大体何度、7時12分ぐらいですね、今、土曜日の朝です。7時12分ぐらいに到着すると、リフトどれぐらい並んでいるのか、駐車場どれぐらい並んでいるのか映していこうと思います。あんぐらい、アルファクライトリフトね、あんぐらい、30人だね、10、20、30、35人、38人ぐらいですね。どんどん増えてますね、リフト乗ればね。まだ朝台の時間ですね、8時前だから。むっちゃくちゃ寒い。今日が1月22日土曜日朝7時12分ぐらいです。それさ、固く見えるけどパウダーですよ。めちゃくちゃ気温低い、めちゃめちゃ気温低いで、駐車場どんぐらい並んでるかというと、もう俺が来た頃には立体駐車場ね、満車でした。5時50分ぐらいには来たんだけど、満車で、立体駐車場ね。で、なんだっけ、5時ね、やっぱ20分ぐらいに、立体駐車場、満車になったみたいです。で、こんだけ、並んでる。こう並んでるじゃん、青空駐車場、あの辺だから、今がね、7時15分ぐらいだから、7時15分ぐらい、で、あそこが満車になって、で、もう向こうになっちゃう。だからもう結構歩かなかんだよね、7時、15分で、まあ8時とかになったら、もうかなり歩かなかんよ。で、立体駐車があれ、3段あるけど、全部で200台ぐらいあります。はい。もう午前中寝て、午後から滑って、ナイターも滑ろうかなって思ってます。はい。ちょっと待ってよ。こうしてるだけで寒いわ。手が冷て。で、このチャンネルは、高須のパクとダイナランドとスキーとスノーボードの専門チャンネルです。同日月に動画をアップしておりますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、めちゃくちゃ寒いです。動画アップしますので、ね、ぜひ待っとってください。今日はもうね、高須大の両方行きますんでね。じゃあね、バイバイ。あ、寒い。